ルチェロは賢いよね、なんかね。おぞましい守るも、時には役に立つものだな。ん？ああ、バカ。ほんと、ほんとベジータだよね、こいつ。で、これ持ったときは何？あの、ダーブラのときのベジータだよね。額になんか M ってつくタイプのベジータになっちゃうよね。ブレモノめ、次期法王と言われるこのわしを竜形にするだと。おい、聞いておるか？これは、ギリギリじゃ。あ、違う、おっさんじゃなかった。おい、聞いておるか？これは、ぬれぎるじゃ。あの悪党がすべて。面白いシステムだよね、この場所けど、ほんと。待て、待てくれ、これは何かの間違いじゃ。しょんぼり。バカなマルチェロはわしの手駒。それがまさか牙を剥くとは。次の方になるのはわしなんじゃ。病弱なあの方だ。待って、俺はいずれ。結局なんかダメなやつじゃん、やっぱこいつ。ここは何とか島じゃ。宝財、大罪を犯した者たちを死ぬまで閉じ込めておく監獄。一度中に入ったら二度と生きては戻れん。すべてあの悪党のマルチェロのせいじゃ。これどんな、下ってどうなってたっけ、これ。王は辛労で倒れ、邪魔な大司教はいなくなった。思いのほかうまくいったな。なんだ、くっ、頭が割れそうだ。これは我が肉体は忌々しき賢者どもに封じられ失われた。声誰だ、貴様。ああ、この杖か。杖は手にするものよ。杖を手にするも何時こそが我が新しき手足。さあ、杖の虜となれ。仮の宿りとなりて、しわれに従え。ふざけるな。ベジータじゃん、もう。ふざけるな。ふざけるな。かかろうと。なんだと。命令をされるのはあいにく大嫌いでね。ここちょっとかっこいいよね。うん。今までのやつとやっぱ違うね。うん。マルチェロは強いよね。うん。意志が。自らの腕を刺して、その、進行を止める。うん。操られるところを止めるという。現実にかかった忍びが、なんか口をなんかグッてやってなんか血出して現実を解くみたいなね。うん、マルチェロは悪の男だが、あの常人ならざる、意志の強さと剣の腕とはわしも認めざるを得ん。わしは奴を利用してうまく立ち回り、次期法王の座を我が物にしようと思っておった。わしは逆らう者たちをマルチェロに始末させ、そうして、ただわしは待っておればよい。ただ、地ならしをして、あとは待つつもりやったんじゃ。まさかこんなことになってしまうとは、このわしは、わしが何の若造に、もう、耳を澄ましてみよう。地下から響く、囚人たちの嘆きの声が聞こえる。とうとうこの世の地獄、東国島に着いてしまったのか。
これ刑務所なのかな。あ、いっぱいいる。いっぱいいる。ハゲばっかり。お、またこの島に、哀れなる神の子が、何たる悲劇。だが、わしには何もできん。ここは神にすら見捨てられたち、誰にもどうにもできんのだ。この水は俺らだ。お前ら、足入りになんか一口にだって伸ばせねえぞ。泥混じりの水は淀んで濁っている。うんこしてやれ、その水、うんこ。あんたら若いのにかわいそうだな、この島に入れられたら最後、二度とお日様の光は拝めん。皆死んでいくだけじゃ。ひでえな、飯は出んのかな。どうしてこの私がマルチェロで、ゴホゴホ。いや、基本ここに送られたのは マルチェロに、なんか、あれ?マルチェロになんか騙された人たち?ねえて、私たちこれからどうなっちゃうのかしら。今度こそラプソンを止められるはずだったわ。それなのに。あのバカチェロのせいでね、ほんと。トロでのおっさんたち、ホウさんのお屋敷の入り口に置いてきちまいやしたで。おっさん無事だといいんでがすが、足は心配でげつ。ああ、トロじゃ、トロでが助けに来てくれんじゃないかな。正直ちょっと混乱しててさ、しばらくそっちしておいてくれ。はい。あ。おい、お前何してる?騒いだって無駄だ。てめえらは死んだって、そこから出られねえんだ。わかったらおとなしくしてやがれ。だぜ、出さんか。これは何かの間違いなんじゃ。わしは大司教二の大司教だぞ。わしも、この若者たちも何一つ罪を犯しておらん。これはマルチェロの陰謀なのさ。あ、まだいた。この希望なき地では天に召される時を思う。それだけが救いなんです。神よ、どうしてこのような苦しみを我らに与えるのです。ああ。あ、進んだ。神よ、初めて心からあなたに祈ります。初めてって。大司教になって、初めてって。どうか我らを、王様お守りください。助け来ない。助け来ない。寝ちゃった。動ける。おはよう。よく眠れた?私は全然ダメ。ねえて、私たちこれからどうなるのかな?地上はどうなってるのかな ?10 年後。あれからどうなったのかな?黒色は倒したけど、あの杖は、まさかとは思うけど、また同じことの繰り返しなの?これで多分、ククールとかに話したらいいんじゃない?兄貴申し上げるでやす。なんとかこの牢屋ぶち破ろうと頑張ってみたんですが、本当に申し上げるでやす。熱風しをしまうと、足を、この回廊石の牢にはちょっと手も足も出やんでやす。うん。噂には聞いていたが、このような痛ましい場所とは、恥ずかしい話じゃが、今まで何人もこの島に送り込んだが、中を見るのは初めてなんじゃ。まさかこんなひどい、いや、わしの言い訳は予想、すべては斧の責任やもしれぬな。自分を見つめ直し出したよ、こいつ。ダメ、まだダメ。おい、お前ら、無限ループって怖くない?はい、すいません。もう一回全員に話したらいいのか?じゃあ。ここには昼も夜もないが、時を知ることはできる。おう、ちょうど時間のようじゃな。何の?交代の時間?
日に一度の見張りの交代で天に、召される日がまた一日近づいたとわかるのじゃ。ほう。一日経ったってわけだね。これでじゃあ。二日目。結構長いこと入れられるんだね、ここね。また、次。ああ。悲しい。悲しい。そして、10年の月日が流れた。どうでいい？なんか面白い話はねえのかい？丸一日この穴蔵で囚人どものしけた面、見てんのにゃ、もううんざりだよ。お、大ニュースがあるぜ。それはもう世界中大騒ぎだ。なんで、もったいぶんなよ。さっさと教えてくれ。聞いて驚くなよ。なんと、法王様が一月前にお亡くなりになったそうだ。なんじゃと、法王様がお亡くなりに、それは誠か。うるせえぞ、てめえら囚人の知ったことか。ひでえ。ひでえ。人権がない、人権が。待ってくれ、法皇様に何があったんじゃ、どうしてもなくらいになり。うるせえつってんだろうが。そんな、法皇様、まさか。マルチェロだね。マルチェロが、やっちゃったね。なんということじゃ、王様が一月も前にお亡くなりになっていたと。一月前、王様が亡くなられたのはちょうどわしらがこの島に閉じ込められてすぐ後か。のえてよ。王様が亡くなられたと監守どもから聞いたとき、真っ先に思い浮かんだのがマルチェロの顔じゃ。奴はもしや、これは多分、いや、まさか奴とてそこまで腐っておるまい。じゃが、この島に閉じ込められている身では何もできることはない。真実を確かめるにはどうにかしてここから出なければ、出ねばならん。どうにか何か方法が。わしに考えがある。みんなを集めてくれ。頼む。うん。脱獄するんだっけ？これ。なんか助けが来るとかそんなんじゃなかったっけ？てか、普通武器回収せん？こういうとこって。武器回収せよ。てか、武器振り回したら出れるだろ。では始めるぞ。神よ、ご加護。痛い。誰か助けてくれ。腹が痛くてたまらん。ニノのおっさん、どうしまったんでい？おじさんが死んじゃうわ、助けて。わしの大事な黄金のロザリオが、腹が痛い、腹の中に。まさか、おっさん、その黄金のロザリオとやらが、腹の中にあるんでげすかい？そうじゃ、わしは大事な黄金のロザリオを飲み込んだのじゃ。この島に連れて来られると気取り上げられるってはならぬと、こっそり胃袋の中に隠していて、て。鼻にロザリオが、黄金のロザリオが刺さって痛い。何？黄金のロザリオだと。よよよ、じいさん、ずいぶん苦しそうじゃねえか。じいさんの腹を痛めつけてる池のロザリオが出てくるまで俺たちが看病してやるよ。他にもいけないもんがねえか、身体調検査もバッチリな。
ありがとう。なんと優しい方々。じゃありがとう。ありがとう。一つ、看病のついでにお願いがあるのだが。おいいぜ。何でも言ってみな。ついでにしばらく眠っておってはくれんかな。まぬけな感じだもよ。てめえ何しやか。ああ、ザルだわ、ザルだわ。警備がだ、出すのだと。けど誰かレバーを引かないと。なんで動かねえんだ。これはどうなってるでげす。そうだ、確か見張りの交代の時はあそこのレバーを動かしていたわ。誰かが残ってあのレバーを操作しないと地上には戻れない。エデの兄貴のためだ。ここはあっしが。いや、待て。わしが残る。男見せたね。ついにここで。ニノのおっさん、みんなで逃げないでどうするんでがす。それに監視どもが起きたらあんたじゃ太刀打ちできねえでげすよ。まあそうだよね。ヤンガスだったらまだ、私も。わしはどうせ、この島から逃げ出したところですぐに、教会の者どもに見つかってしまう。ここはわしが引き受けた。だから、エテよ、頼む。わしに代わって法王様の死の原因を突き止めてくれ。わしは法王様の死の真相を知りたいのだ。イケメンだな、ニノロッサン。頼んだぞ、エテ。わしに構うな。お前たちは早く地上を目指せ。必ずやわしに代わって王様の死の真相を。ああ。目が覚めたか、まぬけどもめ。ロザリアなど嘘っぱちじゃ残念だったら。さあ、覚悟はできておる。煮るなり焼くなり好きにすればいい。イケメンだね。イケメンになったね、このおっさんも。もうイザナミだね、イザナミ。は、あ。あ。あ、あ。あ、あ、あ、まさか、それであの囚人二人をぺしゃんこに、囚人じゃない、監修二人ぺしゃんこにして、おっさんは助かったみたいな。ボコボコにされずに済んだみたいな。そういうことじゃない？おーい。おい、伸びて。このアホ、心配をかけおってからに、どれだけ探すと思ってるんじゃ。捕まるにしても、もうちょっと分かりやすいところに捕まらんか、このアホ。まあ、よい。どうやら無事のようじゃな。お前も知っておろう。法王様が殺されたのを、奴の仕業に違いない。こうしたらおれん。さあ、行くぞ、いてよ。うん。脱出できたね。これでもう一度行けばいいのか。ちょっと待って、あれ使ってみよう。ゴルドになってるね。ゴルド、え、もうゴルド行けってこと。い、あ、そうか、結局もう法王様死んじゃったもんね。どうだ、もうゴルドに行けばいいのかな。一回ちょっとセーブしたいから、ルーラーで、川沿いのとこ行って、よし、一回ここで区切ろうじゃん。
で、次、ゴルドに行ってみましょうか。はい。じゃあ一旦ね、ここで動画区切ります。ご視聴ありがとうございました。